リレー衛星のイラストリレー衛星は、楕円形の低軌道を飛んだアメリカの人工衛星、リレー1号とリレー2号の総称。二つとも NASA が資金提供を行い、RCA が開発を行ったもともとは実験的な通信衛星であった。2016年12月2日、現在、二つともまだ軌道上にある。リレー1号は初めてアメリカのテレビの電波を 太平洋を越えて送信した。リレー1号は1962年12月13日、ケープカナベラル空軍基地の LC-17A からデルタ B ロケットの上に取り付けられて打ち上げられた。地球の放射線帯をマッピングするために設計された放射線の計器も積まれていた。遠地点は 7500km で、近地点は 1300km であった。 スピン安定化衛星は最初のスピンレートが 167.3rpm で最初のスピン軸配光はマイナス68.3度の変革とマイナス56度の右上がり角を持つ。軌道周期は185.09分であった。打ち上げ後すぐに2つの基本的な問題が生じた。1つは偽のコマンドに対する衛星の応答であり、1つは 高出力レギュレーターが漏れたことであった。この漏れにより最初の2週間の衛星運転は無意味となった。この後は衛星運転は正常に戻った。トラッキングのためと遠隔測定のための送信機をそれぞれ一つ載せていた。遠隔測定システムは1152ビット秒の PCM であった。1秒間に遠隔測定フレームあたり128の指令を出し、 粒子実験では113個を用いた。漏れの問題により、1965年に宇宙機を低電圧状態に戻した。1965年2月10日まで散発的に送信が行われた。それ以降は利用可能な科学的データは得られていない。リレー計画の地上局リレー1号はアメリカから日本へテレビを放送する初の衛星であった。 オービット2677の最初の放送は、アメリカが衆国大統領から日本国民へ暗殺の2日前ホワイトハウスにて事前に録画されていたスピーチを放映する予定であったが、その代わりにジョン・カイ・ケネディの暗殺が伝えられた。オービット2678において、レコード、ライフ・オブ・ザ・レート・ジョン・カイ・ケネディという番組を放送した。これは、 アメリカと日本で同時に放送された最初のテレビ番組であった。後のオービットで NBC はホワイトハウスから大聖堂への早々を放送した。ケネディ暗殺の3日後、リレー1号は合計11の地域放送を投業した。衛星のすべての有用な通信はその悲劇的な出来事を即時に報道することを可能にした。1964年8月。 1964年の東京オリンピックの東京からの放送をアメリカヨーロッパ間のリンクとして使用された。アメリカへはシンコム3号を経由して送信された。二つの衛星がテレビ放送のために一緒に使われたのはこれが初めてである。COSPAR の衛星 ID は 1962β ウプシロン1。 ディレイ2号は1964年1月21日、ケープカナベラル空軍基地の LC-17B からデルタ B ロケットの上に取り付けられて打ち上げられた。遠地点は 7600km で、近地点は 1870km であった。物理的にはディレイ1号に近い。この衛星での設計変更により、性能が改善され、 偽のコマンドに対する応答が本質的に除去された。搭載されたトランスポンダ2台のうち1つは1966年11月20日まで正常に作動した。その時から1670年1月20日の失敗まで動作するまで普通より長い時間を要した。もう1つのトランスポンダは1967年6月9日まで動作したが、 それ以降は正常に動作しなかった。COSPARSAID は、リレー2964から 003A。ありがとうございます。